ルド。頑張れ。頑張ります。緊張してます。だいぶ大人が言うことは絶対だから。私たちのコンビはね、今回初めてで、私はコドラで、はい、私がドライバーで頑張っております。はい、なるべく SS でスピード出せるように頑張ります。アイちゃんが安心してドライブできるように、コドラの私がちゃんとナビゲートします。期待してます。ドライバーの寺田さんです。すごい人です。今回初めてこういうビッツというちっちゃい車で、国内のラリーも実は初めて出ますので、まあ、可愛い女性と一緒にドライブ気分 です、ね、楽しめればと思います、はい、安心して走っていただけるように、ちゃんと早め早めに言えるように頑張ります。頑張るぞ。シルビカーパークと春菜の方は1回だけなんですが、それ以外の赤城と三山は2回走りますので、まあ2回目通るときにはサクエスのコースに入るんですね。この先はロードブックを参照してください。どうですか今回2日間ですけど、はい、緊張してます。一緒に、はい、組む方がすごすぎて。ちょっといや、彼は大丈夫らしいですよ、はい、崖から落ちても登ってこれるらしいんで。あ、そこら辺は安心ですね。どうですか、初参加の意気込みは。もう全然よくわかんないですけど、でも経験者がいますからね。はい、しーちゃんに、うわ任せて。うわー、こどろはず。今のところそういうこと？一応書いておくんですか？一応書いておくんですか？SS のコースですよね。そうです、上にね、こんくらいのちっちゃい看板が右側に出てるはずなんですけど、それ見落としちゃったんですね、じゃあ。あ、わかりました、じゃあ戻ってみます。はい。どこがフィニッシュだったの全くわかんなかった。てかさ、あれ左だと思ったから左ばっか見てたよ。右って言ってたよね。あ、ごめん、やっちゃった。やっちゃった。これは自力では上げられないかもしれない。どうですか初コンビ。あ、のっけからですね、知らない国へ連れてっていただきまして、非常に楽しいスタート。ただもう途中からすぐ距離とか角度とかが分かり始めて、もう全然大丈夫。2つ車輪が、ね、落ちるぐらいよ、ね、車ごと落ちます。すごい SS 長いよね。めっちゃ長いです。まだ終わんないのかな SS みたいなね。不安だな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
無事？あの一回落ちてきました。溝に落ちちゃって。全身のボディ両方とも入っちゃって。抱き出して。本当に？本当に？頑張ろう東北 DMEJ GR ビッツ寺田和彦選手宮川勝美選手それではスタートいってらっしゃい。ミスなしよね。ミスなし。
右ではすぐ。で、右1、左2、6。で、右3、緩やかに6。あ、さっきのバウンドかな。あとちょっとずれてる。あ、SOS？人大丈夫？大丈夫です。すみません、ありがとうございます。はーい。中まで合ってたんですね。合ってた、合ってた。行った。大丈夫、大丈夫。大丈夫。R1、9だと思う。9。OK、大丈夫。R3。どうした？わお。OK、右、行け。ここら。全然見えないよ。OK、ゆっくりで。ちょっと待って、ゆっくり行こう。右で。ここだ。OK。ゴール。見えすぎて、私一番だったかと思ったよ、途中で。やばいね。見えへんすぎて全く分かんなくなっちゃった途中で。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう最後の SS が暗いし雨だし霧。ああ霧出て前全然見えなかったね。見えなかったね。ああいうなんか山道を特に夜走るってこともないので、ちょっとなんかドキドキしたい方にはおすすめですね。感動。スリルあった走れる機会でないからいいですよね。でも SS は本当ね、対向車が来ないっていうのが分かってるからね。なんかどうやったらもうちょっと早く走れるんだろうねみたいな問題の話をしつつ、なんか一回ペナルティーもらっちゃったんで、その5秒をずっと悔やんでて2人でずっとあの5秒がもったいないと思って。そうでもね、悔しいよね。どんどんハマってくる感じがしますね、その悔しさを。明日にまた明日を、何気に早いんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってきます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日も頑張ります。頑張ります。距離がないのによく読めたね。合ってなってる。ありがとうございます。
はい、やっちゃいましたね。そこの泥に滑ってブレーキ踏んだら、そのままハンドル効かなくて、ガーンって突っ込む。なるほど。今のお気持ちをどうぞ。もう車に全く帰れないですね。だいぶ悔いが残りました。もう一回出直すぎます。で、またよろしくお願いします。はい、お誘いがあるんですよ。お買い方からはい。ここまで注文されるからね。違う意味で注文と浴びちゃいましたけど、いや、これはちょっとね、もうすごい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一般道に結構リエゾンの時にお客さんが応援してくれてて、合ってる合ってるって言いながら、みんな協力してくれるんですよね。協力してもらって、うん、SS に無事たどり着いたんですけど、たどり着いた時にはあいちゃん、すいません。行けるかなって思ってだんだん慣れてきちゃったんで、ちょっと攻めすぎて下の砂利に滑って突っ込みました。結構アクセル踏んでたんで、うん、ちょっともう一回やりたいです。子供とドライバーの息がぴったりでした。はい、僕も初めて出させていただきましたが、とにかくビッツのこの乗って出てる方がとにかく上手なんですよ、皆さんが。で、うん、僕も大きな排気量の車ばっかり乗ってきたので、多分今まで大きな排気量のトルクに乗せられてたんだなと。で、こういったコンパクトな車に乗させていただいて、やっぱり一からまた勉強し直さないと車の乗り方をみんなとより楽しめないなと思ったんですが、今回は初めてビッツこうやって綺麗な女性とですね、一緒に出させていただいて非常に楽しかったです。やっぱりこうやっていろいろな、なんかハプニングがあったりすると、逆になんかすごい闘争心が湧いて、また本当どんどん頑張っていきたいと思って、気持ちも盛り上がっていくので、気持ちが燃やせる人がたくさん増えたらなって思います、はい、一緒に戦う人を増やしていきたいなって思ってるので、はい、すごいバクドキしました今回。私バクドキドキドキしました。本当にこれは皆さんもぜひ挑戦してください。もうドキドキしっぱなしですね、はい、もう楽しいのでぜひ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。